ヤルマル・フリドルフ・シーラスブオは、フィンランドの軍人。最終階級は中将。1934年、北エステルビオッテン軍区司令官に任命。冬戦争時、スオムスサルミの戦いで、貨幣でソ連軍の約2個死団総統を、包囲殲滅した、国民的英雄。継続戦争では1941年、スリー軍団長に任命され、同年6月、 ノルウェー中流ドイツ軍の作戦指揮下のもと、北極狐作戦に参加して、クーサもスオムサラミからムルマンスク鉄道を遮断するべく攻撃作戦を行った。1942年から1944年、教育総監。1944年、スリー軍団長に再任され、カレリア地況に展開し、武ク神水系を防衛した。 1944年中盤、ドイツと組む機関がフィンランドでの軍事クーデターを計画したとき、シーラス部はその総司令官候補と見られていた。ソ連との和平条約署名後、1944年9月末、ラップランド軍司令官に任命され、ラップランド戦争ではドイツ軍と戦った。同年10月、攻勢を開始し、11月20日までに、 国境線まで進出した。1944年から1947年。第一師団長。ありがとうございます。